はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化解凍高校サクセスマウンテンのお試しですね、試走をやっていきたいと思います。まあちょっと動画が公開される頃には本番がもう始まってそうな感じがするんですけれども、まあとりあえずお試しでちょっと野手の方を、やっていきたいと思います。でデッキの方はまたボーナス重視で、連れてきてます。まずそのコンボボーナス的なやつで怪物スラッガーボーナスですね。アーチスト、7位で取って伝説のさよなら男は甲子園のブレイクスルーで取って精神的支柱を国樹くんで取ります。で、クセモノキャッチャーボーナス、内野アンダー王をタイガから取ってヒートアップちーちゃんから取ってささやき戦術トシくんから取るというところです。とあと特攻金徳ボーナスの外角質打は、まなみちゃんから、もらいますということですね。まあ、選択肢としてはね、外角質打、薬師寺からもらって、どうすんだっけ薬師寺からもらってで国樹くんを外してちかちゃんにするのかっていうのもねちょっと考えたんですけれども、なんていうのサクセスマウンテンって結構疲れるじゃないですか。だからなるべくね金徳とね不確定組は少なくしたいっていうのがあって、まあ、最高経験点を狙っていくっていうよりはちょっと安定性を、まあ、取っていきたいなと思いまして、まあ、薬師寺のね外角質打がちょっと成功率がどれくらいあるのかは分かんないんですけれども不確定なんですよ。でそうするとタイガも内野安打を不確定だし、まあ、トシ君もね、まあ、成功率は高めではありますけれども一応金徳は不確定なんで、そうするとちょっと不確定が3人っていうのはね、まあ、なかなか骨が折れるかなと。でさらに3回練習でタイガ、ね、アーチストを狙っていくっていうことになるともうこれはハゲ上がるんでちょっとね、サクセスマウンテンでそこまでなんかこうまあ煮詰めても、まあ、大変かなと思ってますんで、まあ、少しでもちょっと金徳の成功率を重視しつつ、まあ、そこそこ経験点っていうか、徳能を取っていけるような編成でちょっと選んでます。まあ、一応そんな感じで、やっていきましょう。まあ、始まったらねまた編成は変わるかもしれないんで、まあ、今はねお試しでということで、メンタルにコツがありますね。ちーちゃんか、まあ、何もないんで特に潰すものはなく経験点をもらっていくと。で今回はまなみちゃんがね、いてお守りは持ってきてないんで、ちょっとまなみちゃんが登場したら積極的に追っていきましょう。コーチがいるけど他の人がいないね。あとタイガもね普段使わないんで金徳成功率がねどれくらいのものかっていうのが全然把握してないんですよね。トシ君はまあ普通に高いと思います。むしろ失敗する方が少ないんで。薬師寺もね俺全然使ったことないんで分かんないですね。しかも薬師寺って40固有ボーナスだから、まあ、経験点とかねそこら辺もちょっと伸ばして得能を取っていこうとするとやっぱり40未満だと火力不足なのかなってちょっと思ったりもしますね。コツをくれないな。まあ、7位はねちょっと試合で経験点を取るためにパワヒと広角打法は掴んでおきたい。ここは3人いるからゲッしまった。いや見てなかったわしかもよりによって怪我したし、安全に行きましょう。もう意外にね国樹くん助っ人に設定してる人が少なくて探すのが大変なんですよね。まあ俺ちょっと国樹くんは持ってないんで借りなきゃいけないっていうところがあるんですけど、で国樹くんの金徳は進めていきましょう。あと編成的にこれだと、前にあと4で後がねちょっと重いんですけれども、まあ後入れの方にねまなみちゃんとちーちゃんもイベント数は少ないんで、まあ、バランス的には無理はないかなという印象ではあります。こと組んなかったからそのまま行こう。まあ、金徳のね内野安打を確定のまあ相良ちゃんを入れるかって言われたら二股は街道でさすがにきついでしょうっていうのがあるので、これは清水が悪い。チームメイト評価を優先しよう。これはさすがに寝るか、さすがに寝よう、無理だ。
一周無駄にしちゃったからな。まあ、特需はね、精神的支柱、まあ、失敗っていうか、なんていうの、確定でくれるんだけど、失敗すると彼女のね評価とかが下がっちゃうんだけど、まあ、別に大したことではないんで、メンタルやっていきましょう。あ、粘り打ち、キャッチャーか。お、早いな。友情のおかげ、これで精神的支柱ですね。あ、そう、国樹はねもともと得意練習2種類なんで、ちょっと街道での火力は少し少ないかなと思います。キャッチャーって潰せるか。2段階まで持ってく意味はないんだよね、こういうの。粘りはちょっと取って、キャッチャー意外に重いからな、ちょっと置いておこう。置いておいて、こっちのタッグを組んできます。練習1回目はね特に成功とか失敗がなくて、すっげえ野球下がった。どうしようかな、なんか、あー、まなみちゃんが全然上がってないのか、ちょっと危険だな。お、いいね、一気にやる気を上げてくれた。メンタルがろくなものがない。ちょっと寝るか、もったいないな。さて、あと練習によってはちょっと3回も狙っていきつつだけど、いきつつだけど、トシ君メンタルか、すごい精神力だな。説得力はある。さて、ここは進めていきましょう。で、7位の金徳も走り出しました。まなみちゃんがいない、どうしようかな。コツ取りに行こう。パワーヒッターは欲しい。よし、まあ、3で潰しましょう。ラブパワー中だとね3回できる可能性がかなり高いんだけど、どうする。優先的にちょっとまなみちゃんの評価上げていくか。ラブパワーめっちゃ発動すんな。で、ここは下、これでヒートアップですね。まあ、ヘッサーのコツもくれるんで。で、マインドに関しては、まあ、回復しつつ、緑特の選球眼を取りますか。まあ、ここは体力と相談ですね。コツどうしようかな。トシ君からもらっておくか、チーちゃんからもらっておくか。ちょっと潰せるものは潰しておこう。ヘッスラ、安っ。ここがでも2回目か。3回練習狙おう。ちょっと3回練習は1回につき3メートルとかだっけ。ああ、もう早めにブレイクスルー打っちゃおっか。あれ、ブレイクスルーが1回につき3メートルか。3回練習は関係ないっけ。なんかちょっと分かんなくなってきちゃったな。で、ここは打撃にしとこう。ミートを上げておくか。これでまなみちゃん乗ったかな。よし、 OK。 これでね、なんか全然ダメだったみたいなことを言い出すと失敗で終わっちゃうんですけど、まあ、トシ君は、まあ、神楽坂君ほどとは言わないけど、かなり成功率はね高いと思うんで、あんまり気にはならないですね。ありがとうございます。いや、めちゃでかい子でも。で、タイガの金徳は進めていきましょう。内野安打王がいまいち分かんないんだよな。まなみちゃん乗ったは乗ったけど、ここで来なかったら1人。お、来た。送ってくよだよね。使わないから分かんないな。送ってくよ。で、付き合う。まあ、上で大丈夫か。そう、まなみちゃんはね経験点キャラなんで全然回復しないんですよね、デートで。
がちょっとネックかな。3回、まあ、せっかくだから3回やるか。ちょっと筋力がだいぶ溢れそうだな。まあ、ちょっと試合があるんで CC くらいには持っていきたいですね。メートルだけ考えると特能を取っていった方が効率はいいんですけど、まあ、いかんせん CC くらいないと俺は打てないんで、ピッチャーみたいにねゴリ押しできないからね。でここは上にして人気者を取っていきます。でこれもちょっとな、安定を取るか。上はね成功失敗があるんで、成功するとねかなり経験点は高いんですけど、ちょっとまあ今回はね安定っていうのが一つテーマになってるんで、やっぱねこの2人ずつ作んなきゃいけないっていうのがねかなり大変なんだよね。あと何はともあれ、あれですよ、報酬ですよ報酬。え、これはどっちでもいいんだよね。極めてなんかない、よくわかんないけど、こっちの方が経験点は高いんだっけ。大貫くん1人、肩3回狙っていこうかな。練習して次ブレイクスルーかけて3回練習。あ、これちょっとわかんないんだけど、よくわかんねえ、よくわかんねえけど失敗した。なんでだよ。タイガのおかげで勝ってカッキーンって言ってるし、特に会話では変わんないのかな、わかんない、わかんないけど失敗した。まあいいや。ちょっともう時間がないんで、あの取り直しとか特にせずそのまま進んでいきます。これもただ金徳は失敗したらもう絶対リセットですね。挽回とかないんで。あ、しかもタイガの将来の夢、一応アーティスト狙ってみる。タイガの夢取った。こっちは取ったか、普通にいいんだけどな。この人がくれるから普通に。じゃあ高級質でも取る。せっかくハイボールヒッターももらってあるんで説得しよう。まあ、一応これで金徳を1個増やせるっていうメリットはあんのか。あー、デート進めていこうかなとちょっと考えたけど、いやデート進めていこう、詰まるから。まなみちゃんはね、まあ、最初の方は1回2回くらいは回復したけど、その後が全然回復しないんで、これ何がいいんだ。3択かいきなりデート。ちょっとだけお待ちを。髪型、体力30、選球眼持ってる、メイク、帳尻合わせ、体力は増える、香水、体力30、あ、ここは体力全部回復するね。チームプレイ×チームプレイ×でよくね、今回に限っては。あ、ちょ、待って、いかれてんだ、くんくん、いい匂いだね、香水でもつけた。いかれてんな、こいつ、本当に。ちょ、待って、どういう状況、今、いい雰囲気だなって。最初の出だしからさ、よくここまでいい雰囲気に持ってったな。それはそれで尊敬するぞ。チームメイト×、チームメイトじゃない、チームプレイ×。あ、そっか、ここでキャッチャーもらえる可能性があるのか。で、メンタルコツがあるね。監督評価低いな、どうしようかな。バレンタインで回復はするだろうから、ちょっと 5% こっちやろう。ここでキャッチャー取れると嬉しい。そしたらもう潰そう。お、キャッチャー来た。でバレンタイン、どんだけ回復するんだ。げっ、あんまり回復しない。まあでも30か。こっから先はもうまたデートだね。ブレイクスルーゲージが少ないときにちょっと消化していきましょう。ここはね回復しないみたいですね。筋力60くれるけど、次3回目は回復の選択肢があるな。ちょっと進めよう、それで回復しよう。
ただ回復じゃない選択肢にすると経験点は結構もらえる。ただ合宿前なんで可愛いタオル撃たれた。いやまあいいんだけど、タイガ、おお一応ダブルタックにはなってる。ここもダブルタックにはなってる。7位はコツ、ちょっと技術が少ないか。まあまんべんなくね経験点を取って、要は余らないようにして得能を取っていきたいですね。よし、ここはやる気が下がるだけか。失敗したら体力が下がるのが痛いんだよね合宿中は。国樹くんのコツ、パワーヒッター取ったからチャンスとアウトコースか。そっか、まあアウトコース持ってんだったら薬師寺と相性は良さそうだけど、薬師寺も単独でアウトコース持ってんだっけ。ちょっとね2桁はきついな。2桁きついんだけど、どうしようかな。ちょっと経験点だけさばいていきます。まあ、CC にしておきますか。 D はメートルつかないんだよね多分。じゃあほっとこう。でまずコツがあるやつキャッチャーか、20丸まで潰しちゃおう。でアーチスト取ったでしょ、内野安打でしょ。いやー相良さんに変える、いやそれは無理だよ。二股はマジで無理。ささやきは骸骨ないから取っておくでしょ。技術が不足してるねやっぱり。そうすると窮地って取る余地はないよね。誰もくれないもんね。で最後肩、肩だな。まあここの試合だね、プレッシュを自分で。でパワーヒッター取って CC まで伸ばしてあるから、まあなんとかなるでしょう。大体後半だとねもう前村がピッチャーだからね。これがちょっときついんだよな。 OK、 きちんと打っていく。圧勝だったな。これって1軍のメンツ保っててなくない?5 対0って。うちのピッチャーだって誰が投げてんの。あ、ちょっとデート進めようかなと思ったけども、メンタルか、一回やっとこう。どんくらい溜まってる、ゲージ的に。ゲすっげえ溜まってるわ。やべ一人か。メンタルやって体力を回復させて3回っていうのもあるけど、ブレイクスルーが先に溜まりきっちゃうかな。2回練習して3回目にブレイクスルーかけるのがまあ理想ではあるけど。トシ君、トシ君あれか、メンタルか。一応ダブルではある、一般人ダブル。あ、こっちでいいや。で次でたまに切るね。あーここでも1、2、3人いるな、一般人だけど。やろう。あ、一般人でも3人いればそれなりに伸びるからね。まあ一般人っていうと1人はちいちゃんだけど、まあ、薬師寺は今回一般人扱いだから。で、あーメンタルにあるのか。どうしようかな、悩むね。デートもちょっと消化していかなきゃいけないけど、普通の特能は何取ればいいんだっけ。チャンスと初級だっけ。初級とかトシ君しか持ってねえかな。ゲージはこんなもんか。ちょっともう5月だしな、デートしちゃおう。
こっから先はもう回復しないんで。で、上がタイエース、下がムード。ムードはもういらない。タイエースにして、あれやってなかったな、いつも忘れちゃう。4月1周の赤徳、遊びに行って赤徳取るやつ。もう普段やらないからさ、スルーしちゃうんだよね、すぐ。肩は？じゃあこっち。チャンスを掴んでおきたい。よし。チャンスって今いくつ？ 3 か。薬師寺の3回練習起きてないか。あー、経験点はいいね。こっちにしよう。3回練習ね、狙おうとするとどうしてもね、後半はダフルタックとかトリプルタックとかが発生してくるんで、そうするとどっちでもこっち行っちゃうよね。これ逆境、喧嘩は体力奪われるからな。6月か、ゲージ的にはメンタルかけて使って、やっぱ7月の1周あたりからやるのがちょうどいいくらいになるかな。待ってね、ちょろっとしたやつ取っていこう。ちょろっとしたやつ、まず悪気打ち、代打、ヘスラ取った、ホーム突入で逆境も取っとくでしょ。タイエースも取っちゃっていいよね。ホーム死守、プレッシャーラン、気分屋は最後に取ろう。最後に気分屋取る。でアウトコースで盗塁アシスト、ヒートアップはもう取っちゃおう。精神が若干少なめか。敏捷が余ってるから一層取る。かくらも取っとこう。で何すんだっけ、メンタルか。コーチおにぎりプリーズ。こいつ腹減りすぎだなこいつまた腹減ってるよって、それだけ頑張ってるってことだもんね。練習ここやるか。7位、肩だったんだ。でブレイクスルー使うでしょ。6月の2週で、6月の3週は寝ようで、6月の4週あたりから練習を始めていけばまあまあいい感じか。チャンス、これ誰がいいの。とりあえずトシ君にしとこう。コツをくれるわけじゃないからね、ここは。あー、メンタルがあるのか。メンタルしながらやってく。あ、ちょっと強制発動しそうになったらどっかで遊んだりして調節していきますか。国樹チャンスは取ったからな。でもそうすると経験点的にはもらっておいた方がいいのか。スカウトさん評価も上げられるしね。調子悪いっていうか全然上げてないから。守備2回はいけないよな。いけないと思うけど、一応やってみる。あとイベントって何か残ってたっけ。ここはサクッと打っていきましょう。次でゲージ自体はたまるのか。チャンスはじゃあ取ろう。あ、2位取る必要ないのか。チャンスは回るで OK。 あと最悪投手のコツを取りに走ればいいんで、ここはただ一旦置いておきますか。3回練習もし仮にできたとして、その後ずっとメンタルやってれば甲子園でうまい感じにいくかな。いきなり2点取られてんな。きっと俺のリードがしょぼかったんだろうな。めっちゃ取られてんだけど、これキャッチャーのせいだよね多分。トシ君が出てればこんなことにはならない。でも俺キャッチャー20丸なんだけどな、一応。おかしいな、この先の試合展開が。怖いな、すっげえ取る。どんだけ取られてんだよ俺のリードそんなに悪い、そんなダメ、こいつのリード単調だぜみたいな。イッチーに変わってるし。
あれ先発誰、眉村だよね。眉村がここまで打ち込まれるなんて。そうで、アイテム一応これ持ってきてんだよね。使おう。うわー無理だなー、厳しいな。何パー、15かー、やろ。薬師時間もチャンスはもらってあるんで、ポイントだけ回収しときましょう。で7月3練習2回やっても大丈夫だけど、なんかこれといった、あでもここがダブルタックか。ダブルタックやってメンタルやりつつ、7月の4週とかでね強制発動されるともう無理だからね、そこら辺はちょっと調整していかないといけない。っていうかそもそも甲子園に行かなきゃいけないっていうのがあるから。技術が余ってる。ほい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 。じゃあ効率いいのかわかんない。これ高いからね、まず敏将は使っていいと思うんだよ。で技術余ってるから、まあ、対左はいいでしょ。で投手だな。じゃあ投手で敏将使うやつ、クイック、打球反応牽制、これ安いかね。ポーカーフェイスで投手はポーカーフェイスをかぶってるから取れない。緊急登板、ただ精神があまりに余ってるわけではない。バント封じ、先制ストライクも意外に安いね。筋力余ってれば速球対抗心とかもありか。アウトロー球はありか。ただただどうしようかな。総経験点的にはやっぱり100ちょいのもので抑えていきたいね。回復120、あ結構かかるわ全部で。打たれ強さが、精神が余ってればここら辺取ってもいいんだけど、余ってるわけではないんで、ちょっと野手の方に行きますか。あ早急1回発送、早急も150くらいでしょ。経験点効率だからね、言っちゃえば60120、これ120くらいか。満塁サヨナラは、技術余ってるから守備職人はじゃあ取るか。だいたい120前後で、あとは経験点ばらけさせてる感じだね。打球のみも1個取っとくか。速攻は悪くないんじゃないかな、バランス的に。接戦、あちょっと赤い取っとくか。ちょっとこれで置いとこう。じゃあ試合へ行きます。お待たせいたしました。けまた取られてる何なんだ攻撃に入ります。しかも野呂君すげえ打ちづらいからな。投げました、超やだジャイロボール。いきなり151キロ投げました。打ったこれはいいか。よしギリギリだな。この能力がギリギリだな。あーこれは押されたね。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。負けたらちょっと全てが犬になるからな。重いよねジャイロボールマジで。こいつ自体怪物球威だからさ、しまった、そんなに上がらなかったか。なんとか勝った。いや厳しい厳しい。であとはもう練習でいいのが来たらブレイクスルー打ってって思ったけど、強制発動しそうだな次あたり。したね、まあ、別にいいんだけど。やっぱ71あたりが一番バランスいいね。あーちょうどあれワンタックか。でもえどっちがいいんだわかんねえ。技術だけやったら余りそうだな。こっちしよう。よし伝説のさよなら男。まあやっぱりポイントは不確定だね。不確定の人がうまく金徳くれるかどうかだね。
そうするとタイガの成功率だよな。でここにだって薬師寺入れてさ、薬師寺も不確定ってなるといや無理だよ。最大値狙うんだったらそういう編成になるのかもしれないけど、でそうすると7夜の代わりにタイガでアーチストを狙いに行く。タイガでアーチストとさ内野安打を2つ取るって相当だよね。ちょっと俺にはできないっす。リードで迎える4回です。今日2打席連続でホームランを放っている新垣、まあ、あんまりね、なんかこうストレスためながらやりたくないんだよね、やっぱりゲームだから。クリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは新垣、ここまで全打点を叩き出しています。うまくいかないでね、多少だよってなるのはしょうがないけどさ、なんか何のためにゲームやってんだかよくわかんないって。結局やっぱ楽しむためだからね、まあ、楽しみ方は人それぞれだからね。結局、まあ、サクスペっていうか、なんていうの、サクチャレか、サクチャレとかマウンテンも人との戦いだからね、人に勝ってこそ楽しいっていう、そこに楽しさを見出す人も、まあ、中にはいるからね。順位がつくってことはやっぱりそういうことだから、それか本当に順位とかは気にせず自分のできる範囲で楽しんでプレーするっていうのもありだし、まあゲームをね本職にしてるわけじゃないんで、タックは肩の方が良さそうだね。7位広角打法が取れれば広角打法をもらっていきましょう。俺もモンハンのさオフ会とかさ行ったことないけどさ、なんかガチのところだと遊びでやってんじゃねえんだよみたいなこと言われるみたいですからね。いや遊びでしょって俺は思うけど、骨格打法取りましょう。俺キャッチャーか、そうか、キャッチャーの能力がしょぼすぎるんだ俺。キャッチャー20丸ついてるとはいえ肩と守備全く上げてないからね。だいたい初回に点を取られる。トシ君出した方がいいんだってチームのためには。監督もなんか謎だよね、能力では選んでないよね。そこはやっぱ人間か、人間だからさ、評価が高くなればたとえちょっと弱かったとしてもスタメンに入れると。トシ君も別に人間的にさできてる人だからね、外れる理由が全くないよね、このチームでスタメンを。6回の裏、街道攻撃に入ります。先頭バッターは新垣、今日3打点を挙げています。ただ俺はね打つからね、ちゃんとホームラン何本打ってるんだって。投げました、ボール、アウトコースへ。投球これから4球目、きた、ちゃんとねこういうところで、お、またこいつホームランだ。スタメンにして点は取られるけど点を取り返してくれる自分で。今日2本のホームランを放っている新垣、初球見送ってストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、ほら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 、あれまたイッチーだった、あの後ろ髪は。もうちょっとこれは無理だよ、普通に無理。26でしょ、まあなんか本番だったらちょっと手出したかもしんないけど、まあ、今回はねそこまで無理する必要ないんで。こいつはあれだよね、なんか試合になると能力以上の力を発揮するっていうタイプ。パワーシートミートシートさ、プロに行ったとしても結構強い方、強いかどうか分かんないけど悪くないよね。プロ行っても結構打てる能力だとは思うんだよね。第2球、もう投球は3球目、投げました。アローってさ、なんかよくよく考えるとそんなすごいピッチャーでもないよね。球種に球種の4号だもん。だったらもっと打ちにくいやついっぱいいるよ、一般のピッチャーでも。第3球を投げました、
しまった、これは手出した、こういうとこに弱い。チャンス丸ついてるけど、俺がチャンスバッツだからね。ここぞという時には弱いからな。どうしても力入っちゃうよ。1球目ストライクから第2球投げた。カットボールはボール。第3球を投げた。アルビンってさ、意外にミラージュなくて投げてこないよね。最後やっぱりキャッチャー俺だからダメだな。逆転された。ドラフト1位で、まなみちゃんがエピローグでポイントくれて、あとはどれだけ得能を取っていくかと、まあ、経験点とかは適当でいいんで、いや適当ってもちろん経験点高い方がね、経験点があるってことは得能取れるっていうことだから、ちょっとバランスを考えながらいこう。まずはちょっと敏捷をやっぱさばいていく。でこれは3種類、キャッチャーじゃないや、怪我しに草取るでしょ。固め敏捷さばきたいね。敏捷もうさばくのないか。でも高速チャージ、ラッキーボーイは結構精神使うのか。射精権重いからな。あ、本塁生還重いけど、ちょっと冷静はだってすっげえもう250使うからな。これは効率悪いよ。大体やっぱ120前後だな。トータル120前後の特能を取っていく。投手も一応見るか。クイックを20丸にする必要はないんで、変化球があるともう取れないからね。緊急登板、これも120変わんないね。安全圏90、120ちょい、まあそうだよな。80、50、あ、じゃあ80の30、40だから、縛りは技術と精神両方使うのか。縛りって重いんだ。めちゃ重いな縛り。アウトローキュイちょっと取るか。じゃあじゃあこっから総力をさばくっていう意味で C にするのはどう。30取っておくと他の得の、いや響きそうだな。響くね。ちょっとこれは響くわ。残しとこう。若干敏捷が足りないから、まあ、3つ使うやつでいきますか。ちょっとじゃあ最初流し打ち取って、そうすると筋力と精神が余ってきてから意外性を取るでしょ。でバントで技術をちょっとさばいて、で今度技術使わないやつ、マフィオとこ一応取っとこう。でハイボールヒッター取ってあるからローボールヒッター取れないでしょ。レーザービームはまんべんなくっていう、3つまんべんなく。あ、追い打ち、帳尻合わせはこの2つか。連打も重いね。インコースとアウトコースは取ってあるからリベンジ。技術があんまり必要ないやつ、ラッキーセブン。で、そっか、精神もなくなってきちゃってるからこれで、敏捷が余ってるね。どこまでいける？ C からつくんだっけ、メートルボーナスみたいなの。なんか外したな。まあこんな感じですね。特にこれを見せる必要はないんですけれども、一応特能はこんな感じで、投手がこんな感じで、緑特能がこんな感じ。チームプレイ×って緑なんだ。赤とかかと思ったら、まあ、必ずしもそうか、赤ではないってことか。まあ、そんな感じですね。というわけで投手はまあそれなりに固まっているんですけど、野手の方だね。いやー、やっぱりね、金徳は確定でいきたいよ。金徳は確定でいきたいんで、まあ、今回の肝となるのはタイガですね。まあ、タイガの金徳が成功してくれるかどうかで、まあ、かなり変わってくるんで、まあ、ちなみにもう最初の方にも言いましたけど、金徳失敗したらもうここはリセット案件なんで、まあ、即さよならですね。続ける意味はもうほとんどないんで、まあ、そんな感じで、まあもうマウンテンの方もね、始まると思いますので、まあ報酬がね何になるかは気になるところですけども、まあ、皆さん、まあ前も言ったけど、ちょっと俺は憂鬱な気持ちの方が強いですけど、まあ、頑張っていきましょう。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。